武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、順天堂大学医学部の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、時間が、2科目120分ですね。なので、まあ、1科目あたり約60分程度という形で、大問が2題。ただ大問2題なんですが、その大問一つの中に、また小大問というか、マークと記述で大問が2つに分かれていて、そのマークの大問の中に3つ大問があって、こちらで、まあ、計大問4題というふうに考えておいてください。で、まあ、60分に対して大問4題なので時間的余裕はあまりないですね。実際そのマークの問題も、まあ、答えを選ぶ、形式なんですが、その結構やはり記号で出題されるので、まあ、割とややこしい選択肢も多くですね、まあ、マークにした分、問題量多くなっているから時間がさらに厳しくなっているような、形式となっています。で、問題の難易度そのものは標準的なのと、まあ、若干むずいのが出るかなぐらいの難易度なので、まあ総計レベルまで、一通りやっている、プラス、まあ、できればそのいろんな問題に即解けるようにってことを考えれば、重要問題集などの、まあ、あの網羅性が高い、問題集などやっておいた方がいいかと思いますが、基本的には総計レベルまでしっかりやっておけば、十分戦える程度の難易度となっています。はい。で、出てくる範囲に関してなんですが、大問の最初が、基本総合という形になるので、分野の偏りがないように学習しておかないと、どこが出てもおかしくないとは思っておいた方がいいでしょう。そして、電磁気力学、熱力学あたりが、最近は出やすい、範囲となって、おりますが、過去には、まあ、波動が出たこともありますし、また総合がある以上、まあ、原子分野も出る可能性は、大いにありえますので、基本的に全範囲まんべんなく、特にまあ力学、が特に記述で出やすいので、まあ、そちら優先でいいと思うんですけれども、全分野しっかりやれるようにしておきましょう。で、ここの問題に対応する、上で結構そのさっき言ったようにマークシートがかなりややこしい、選択肢が多いので、見間違いで答えを選び間違えることがないようにってことですね。そこを結構、失敗してしまうケースが、多くなりがちなので、本当にその答えでいいのかなっていうのをちゃんと確認する、ように心がけてください。はい。そして、実際解くときに関しては、まあ、時間を計って、その時間内にどれだけの問題が解けるか、そして取りたいのが何割なのかっていうのを、含めてですね、まあ、時間のトータルの中でどの程度の問題が自分ではマックスで解けて、じゃあその、時間をどこに使うかっていうのを、しっかり考えてですね、フルに時間を絞り切らないと、とてもじゃないけど終わらないってことになりがちなので、しっかり、時間を使い切って、解ける問題は完璧に解き切るところで、点数取れるところまで仕上げるように心がけてください。以上が、物理の勉強となります。